おはようございます。塚原農園です。今日は白菜の苗を植え付けをしたいと思います。今日はマルチを使ったところに苗を植え付けていくんですけれども、白菜はマルチを使った栽培とマルチを使っていない栽培、どちらも栽培可能です。初めてやられる方などは草の管理などを抑えるためにマルチを使った方がやりやすいとは思います。張る手間などはありますけれども、白菜は意外と長期栽培になりますので、まあ、マルチも使うのもいいんじゃないでしょうか。それではこれまずマルチを張ったんですけれども、マルチの幅、これは張る前は95センチマルチという幅のものを使ってます。で、張り終えた場合、このマルチの畝約60センチ幅となっております。で、この植え付けをする間隔なんですが、白菜は大きさに合わせてずらしていきます。ミニ白菜は30センチぐらいで、80日85日タイプの中手のタイプの白菜は45センチ間隔、90日白菜も45センチから50センチぐらいと、それぞれ野菜の品種に合わせて植え付けをしていきましょう。今回は一つの畝に対して1畳2畳と2畳上に千鳥状に植え付けをしていきますが、マルチももう少し幅を95センチマルチで狭くしていただいて、ど真ん中に1列ずつ植える1畳上でもこれでも十分可能です。その栽培面積、畑に合わせて畝など自分で好きなように作っていただければと思うんですが、この株間の45センチ、上間の45センチ、この辺りで白菜は植え付けをしていただければだいたいいいものができます。縦45、横幅も45センチですね。はい、はい、それではこちらのですね、白菜の苗が仕上がりましたので、これはマルチ用で栽培してました。これは家庭菜の方を想定して、苗を作ったものなんですけれども、このように、4つの縦横4つずつ、四四16の16マスしかないね、連結ポットと呼ばれるものなんですけれども、これはだいたい縦横30センチです。で、種を一粒ずつ撒くと、まあ、こんな感じに仕上がります。高さが約10センチぐらいですね。はい、で、大きな葉っぱがだいたい3枚、4枚出た頃になったら、ポットから引き抜いて植え付けをしていきます。これは気心、80日白菜と呼ばれるものです。はい、では、こちらをまず植え付けをしていきましょう。植え付け方はですね、本当に簡単ですね。穴のところに植え付けをしていただくだけなんですけれども、まあ、株間と上間は、まあ、先ほどお伝えした通りですね。ではこちらをまず苗一つ引き抜いていきます。はい、お、これはとってもいい苗ですね。じゃじゃん、引き抜くと根っこがこう白く、はい、吹いているもの、白根と呼ばれるものがこれ根鉢になってますね。形成されています。ここを持っても落ちません。まあ、このぐらい丈夫になったものだったら植え付けするとすごく風に強いです。もちろんこれより小さいものでも大丈夫です。植え付けする葉っぱはこんな感じですね。4枚出ていて、大きい葉っぱが4枚出ている。で、真ん中にちょこっとちっちゃいものが出ている。まあ、これだったら家庭菜の方一番植えやすい大きさだと思います。そして植え付けするときにちょっとここ見といてください。ここに胚軸と呼ばれる、まあ、株元ですよね。ここ白いと思うんですけれども、太い軸。これが、胚軸、硬く、くびれているもの、立ち枯れ病などに感染しているものがありますので、そういったものを植え付けても、大きく育たないことがあります。そういったものを見かけたら植え付けするのを控えてもらい、あげましょう。あとはこの根っこ。これが黒ずんでいるもの。あまり吹いていないもの。そういったものも根腐れなどにかかっていることがあって、病気で広がります。それもやめましょう。はいはい、まず穴一つ目のところに、ね、このポットの高さとマルチの高さが、ね、同じ高さにですね、なっていただくように、植え付けをしてください。はい、猫ちゃんが遊びに来てくれました。ありがとうございます。白菜を植えましょう、一緒にね。はい、このように落としていただいて、で、落としただけだと倒れてますよね。これだと風が吹くとブラブラブラと動いてしまいます。ね、そこで
このマルチの肩にある、ね、土をこう取っていただいて、ね、はい。で、これを株元にかけてください。寄せるんですね。はい。ありがとうございます。はい。猫ちゃんね、ありがとう。いつもね、遊び来てくれるんだよね。じゃあ一緒に植えるね、ここにね。はい、お利口さん。よし、よしよし。ほい、こんな感じで、横にある土を、こう寄せていただく。乗せていただいて、で、キュッと押さえてください。このマルチが汚れても構いません。いずれ雨降れば、マルチはね、これ土流されてしまうと思うんですけれども、これをやっていただくだけで、ね、この白菜はピシッと上を向いた状態。これがすごく理想なんですね。でこれを意外と植えただけで忘れてしまって、台風、また大雨、大風が吹いた時に振り回されて、これで次の週のところに来た時にですね、白菜が、あれ？なくなっているとか、あ、枯れているっていう風にですね、なってしまうんですね。そうならないために、ちゃんと土を寄せてキュッとやってあげましょう。これ意外と大切です。そして、マルチがすごく長い方は、マルチが飛ばされてしまうことがあるんですね。この土をかけて飛ばされないようにしているんですけれども、距離が長いと意外とこの隙間から、ね、風が入り込んでバーッとめくり上げてしまうことがあります、うん、それを防ぐためにはこのマルチの外にある土をマルチの上に重し代わりとして、まあ、こんな感じに乗せてあげるだけでも十分大丈夫ですよ。はい、では次いきます。はい、一株植え終わりました。隣にずれていただきます。まず一畳目だけやってしまいますね。はい、では苗をまた引き抜きましょう。はい、抜くときは葉っぱなどが折れないように優しく抜いてください。はい、映ってますかね。ちょっとすいません、猫ちゃんのアクシデントがですね、いつも遊びに来てくれるんですね。猫ちゃんも一緒にね、植えようって言ってます。はい、こんな感じで一畳植えていただいたら次2畳目。はい、ここにも穴開けいただいて、まあ、同じように植え付けをしていくわけですよね。この時に穴が開いていないものはメジャースケールなど測っていただいて、まあ、大きい白菜でしたら45センチ開けて植えていただく。で、初めから穴が開いているものなどね、統一があるものでしたらいいと思います、ね。はい、それでは反対側に行きました。まずこちらの1畳目ですね。こちらに植え付けをしていきます。まあ、植え付けは本当に同じです。ね、ほい。掘っていただいて、こちらにですね、穴を掘っていただいて、ね、この中に落とし込みます。キュッと。深く植えないようにしてください。で、肩にある土を寄せます。ね、寄せていただいて、で、キュッとします。はい。で、ピンと上になっているように植え付けをしていきましょう。はい、2株目、2畳目の2株目に植えます。はい。で、肩にある土を手前と奥と、まあ、両サイドときちんとね、寄せていただいて、キュッとやります。たったこれだけですね。はい。こうやって見ていただくとどうでしょうか。こう、千鳥状になっているのがわかりますか。こう、ジグザグしてますね。苗と苗のところ、こう、まっすぐ平行に反対側に行っていただくと、そこに苗がないんですね。この三角形になるように常になってます。そうすることによって太陽の光がまんべんなく当たると、ね、場所を有効利用できるんですね。低い位置でも白菜は千鳥状に苗を植え付けていただくっていうことが成長にすごく、ね、いいっていうことですね。じゃあこんな感じで植え付けをしていきます。ね、まあ、白菜は本当畑に長く置ける野菜なので、やっぱりあると便利ですよね。お腹いっぱいになります、ね、ボリュームがある野菜です。冬といえば大根、白菜、カブ、人参、長ネギ、キャベツ、ブロッコリーとね、いろいろありますけれども、この白菜は、お鍋にしたりね、美味しいですよね。おかずにもなります。で、好きな時に掘れるんですよね。取れるんですね。うん、だいたいこの80日白菜というものは12月までとしか、まあ、収穫時期が書かれていないものが多いんですけれども、意外とここ最近は冬が暖かいので、ね、こういったものも
頭縛って縛り白菜として意外と重宝します。80日白菜というものは、縛って収穫をするような、ある程度植えたら大きくなって、で12月の年末頃には取り終えるようなものなんですけれども、12月の寒い冬の霜が来る前に外の葉っぱをめくってキュッと頭を藁や紐などで縛っていただければ、意外と1月、ね、下旬頃まで収穫できます。本当に昔に比べればね、やっぱ冬がそれだけ暖かくなってきているんですよね。たまにはね、いつも通りの平年並みの気候もありますけれども、やっぱり大体最近はここ数年は冬が暖かい、ね、スキー場なども冬、ね、雪が降らなくなりましたよね。私の地域でも雪はたまに5年か10年に一度大雪が降る程度であって、ほとんど雪は降らないです。降ったとしても、ね、降った後1時間も2時間もすれば溶けてしまってなくなってしまうぐらいですね。昨年でね、北海道の雪がほとんどね、すごい大雪だっていうのがなかったみたいですけどね。たまにはニュースであるような雪もあるとは思いますけれども、昔に比べればそんなに、大雪でもないし、それだけ気候が暖かくなっているということは、ね、この栽培の暦というものも、それも基準にしていただいて、でもこういったものも縛って保存ができると、ね、いいですね。引き抜いてしまうと、ね、保存ができないと思われがちですけれども、この白菜というものはすごく長く置けます。収穫した後、でも生きてるんですね、野菜は。収穫したものも場所を移動していただいたりすることもできますので、やってみてください。ね、いや、このいろいろな品種がある中で、最初はミニ白菜と、ね、いろんな野菜を育ててきました。ミニ白菜は、早生になります。早生というのは早く収穫ができるタイプですね。栽培日数が少ないので、この白黒マルチを使ってとても暑い時期に私は苗を植え付けをしたので、白黒マルチの資材のお力をお借りして、上手に栽培をしておりますけれども、もう今の時期でしたら黒マルチでも十分だと思います。でそのミニ白菜が10月の下旬頃か、10月の中下旬頃からですね、収穫が始まります。でその後にこういった、80日タイプとか85日タイプが11月中旬頃から取れると。で年末にかけて12月ね、年末にかけて収穫ができるということですよね。であと頭の縛る90日白菜というものをやっていくということです。これが80日気心ですね。植え付けが終わりました。これラベルさせておきます。はい、でもう一つですね、実はあります。じゃじゃん、はい、こちらです。これ手前のやつだけちょっと葉っぱが先ほどより切れ込みが強いと思うんですけれども、こちらは気心ですね。こちらが気心で丸いですよね、葉先が。でもこっちはギザ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 してますよね、細かく。これ黄金白菜と呼ばれるものです。結球でも半結球みたいな感じで、どちらかというとサニーレタスみたいに上にパッと開がった感じです。とんがった感じにね、締まらない感じですね。すごく味がいいので、ね、これも栽培していきます。いろいろな品種があるので植え付けするときは皆さん迷ってしまうんじゃないですかね。その地域ですごく地元の方の農家さんたちが、ね、作っている人気の品種っていうものがあると思うんですね。それに沿って作っている家庭菜園の方も結構多いですよね。今ではいろいろな色がついた、ね、オレンジクイーンとか、切ると中の黄心系のところね、黄色っぽいところが少しオレンジ色のかかったような感じの白菜もあります。あとは他はあれですね。他には、紫草紙という紫色の白菜。ね、今ではすごいですよね。ちょうど紫草紙も何年前かな ?5 年ぐらい前でしょうか。ちょうど当時出た当時から栽培したんですけれども、すごく飲食店の方から人気がありました。生サラダで食べられるんです。
で、甘いんですよ。まあ、白菜ってね、意外と甘みを出すっていうのは難しい。感じることも難しい。野菜なんですけれども、どっちかというと味がないですよね。加熱していただければ、まあ別だとは思うんですけれども、まあそういった意味で考えると、ね、紫白菜というものは、加熱しなくても生で食べるとすごく、これ何？甘いっていうふうに思うぐらい、すごく美味しいです。まあ今からだとちょうど巻き時というものは、適していませんので、来年はやってみてください。意外と春作もね、できますからね。でも春作の白菜は難しいです。まあ理由としてはですね、虫ですね。あと病気。白菜は暑いのが大嫌いです。だから秋でも、ね、秋の彼岸過ぎ頃から白菜というものを植える方が一般的に多いんですけれども、中にはね、暑さに強いと書かれているものもありますが、まあ基本的にこの白菜はとても暑いの気温が、苦手です。ね、猫ちゃん出てきてますね。どうしたんですか？はい。うん。はい。そうですか。白菜植えるの、ね、白菜の収穫が楽しみだねって言ってます。ね。どっから来たんですか？チョコちゃん。チョコレート色なのでチョコちゃんと名前をつけてます。ね。我が家の猫ちゃんじゃありませんが、ね。こうやって畑で菜園をやっていると遊びに来るんですよ。ね。はい。次は黄金白菜になります。白菜は品種違くてもね、違う品種に変わっても、このように連続して植え付けをしても全然問題はありません。全く大丈夫です。はい。違う白菜になっちゃうのかなとかね、初めてやられる方は、まあそういったこともね、考えちゃいますよね。もうこういったものは大丈夫です。はい。基本的に野菜は大体大丈夫ですね。違う品種。例えば赤いトマトの隣に黄色いトマトを植えるとダメじゃないのかってね、大丈夫です。白菜も同じで大丈夫です。はい。あとは4本。1、2、3、4。あとはちょこっと畝が余ったりしたところは、後で、ミニ白菜ですね。植え付けておきたいと思います。タイニーシュシュですね。極わせタイプもあると本当に重宝します。1、2、3。はい。ね、白菜はまだまだ収穫先なんですけれども、ね、今植えておくと、これを収穫するとても寒い時期、肌寒い時期ですね。ああ、なんか寒くて鍋でもやりたいなと。で、その時に白菜があると、ああ、作っててよかったなって思うんです。これがたった、ね、5本、10本、うん。それでもね、ありがたいと思いますよ。やってみてください。まだ園芸店などね、白菜多分苗出てるんじゃないでしょうか。今から種をまくのはちょっと遅いと思います。まあ、地域差にあるかと思いますけれども、私の地域では白菜は今はもうちょっとね、遅いので、家庭菜園の方では、苗を、ホームセンター、また種苗店さん、種屋さんとか苗屋さんでね、余っていれば見かけたらぜひ購入して、ほんのちょこっとでもいいのでやってみてください。もう本当白菜っていうものは意外とね、難しそうで敬遠されがちなんですけれども、こうやってね、植えておいて、ね、あとは防虫ネットなどをかぶせていただければ、害虫も守れます。で、きちんとして、下、土作り、ふわっとした土作りをしたところに植え付けをしていただければ、野菜というものは本来持っている免疫力というものがあります。多少の病原菌が、ね、この植物に侵入しようとしても、やっつけようとするわけですね。そのようにして植物というものは成長していきます。人とすごく同じなんですね。で、それを最大限活かしてあげるために、今までいろんな土作りをしてきたわけです。堆肥を入れたりとか、ね、石灰入れたりとか、化成肥料だってそうです。ね、元気に育つには栄養が必要です。人もご飯を食べて成長していると同じで、ね、野菜たちも大きく育つには、ご飯を食べるということで、それが肥料というわけなので、ね、そういったところを環境を良くしたところに苗をきちんと植え付けをして、植え付けをした後、
管理もきちんとする。そうです、管理ですね。植え付けが終わりました。はい、植え付けは簡単です。これで終わりではないんですね。植え付けをした後、マルチを張った周りは、近くはふわふわですよね。で、私植え付けをした時に横になったり座ったり、ね、このようにして足を向きをあちこち変えてきたわけです。ここら辺はデコボコしてますよね。はい、排水路を最後きちんと作ってあげましょう。クワなどでもいいです。足でも大丈夫です。こちらの方に水が逃げていくようにと、きちんと排水路を設けていただく。足でこのようになぞっていただける限りでも大丈夫です、ね、まっすぐシャシャシャっとですね、こんな感じにしていただく。で、こちら側にも来ていただいて、この手前から下の方が、ね、こちらの方が低いのであれば、こんな感じで足で脇を、溝を切るように、ここを平らにならしてあげましょう。このようにしておくと、いざ台風が来た時に慌てなくて済むんですね。これは柔らかいうち、つまり畝を立てたり苗を植え付けた直後にやるのが一番いいです。後からだとここは固くなっちゃうんですね。ほんの少しの雨でも、雨が降ると地面固まりますよね。そこを平らにするというのは結構疲れます。ふわっとした状態で終わった後にすぐにやっておけば、もうこのままで大丈夫なんですね。ただ防虫ネットなど必要に応じてやっていただくというふうにやってみてはいかがでしょうか。はい、こんな感じでマルチを使った白菜の定食植え付けが終わりました。白菜はマルチを使わなくても栽培することはできますが、マルチを使っていただければ、この真ん中には草を生えることはありません。本当にすごく栽培が簡単にできるんですね。はい、でこのまま植え付けをして追肥などはしていきます。追肥をするときは、マルチをするとどこにするのかということなんですけれども、白菜の根っこから肥料は吸収します。その根っこはマルチの外にも出ていますので、マルチの外に追肥はしますので、追肥に関してはマルチをしているから追肥ができないということはありませんので、その辺も、心配なく栽培されてみてはいかがでしょうか。そして前回動画でマルチを使わない白菜の植え方を動画にしていますので、この動画の終了画面にその動画を載せておきますので、よろしかったらそちらをタップクリックしていただいて、お時間ありましたらぜひそちらのご視聴もよろしくお願いいたします。はい、では今日はこの辺で動画失礼いたします。今日の動画いいと思われる方は、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。いつもご視聴いただきありがとうございます。またよろしくお願いいたします。チョコちゃん、バイバイして。チョコちゃん、皆さんバイバイして。はい、チョコちゃん、皆さん、バイバーイ。バイバイニャン。チョコちゃん、バイバイニャン。はい、チョコちゃん、バイバイニャン。ありがとう、チョコちゃん。お手伝いしてくれたのね。はい、チョコ。はい、バイバイ。よし、よし、よし、行こう。チョコちゃん、おいで。よし、おいで。